え、辺野古新基地建設の警備費がかなり巨額になっているということを日本共産党の機関誌である新聞赤旗が報じていましたので、まあ、それについてこの動画では取り上げていこうと思うんですけど、え沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う警備費をめぐり、建設工事に着手した2014年7月から23年12月末までの契約金額が約748億円に上ったことが防衛省沖縄防衛局への取材でわかりました。 新基地建設に反対する市民の運動を監視、弾圧するために巨額の税金が投じられています。同局によると、陸上と海上での警備業務をそれぞれ業者と契約、陸上警備が14件で約373億円、海上警備が10件で約375億円となっており、 単純計算で1日当たり2155万円に達しましたということで、ここまで巨額の,あの警備費が辺野古新基地建設に,に関してあの投じられているということは、まあ、この額というのは本当その沖縄の辺野古の,の抗議している人って本当あの基本的には非暴力を徹底していますから、明らかにそのここまであの巨額な金額をあの投じるというのは不適切だというふうに思いますし。 まあ、そもそもその辺野古新基地建設自体がです、ね、あの不適切なんですからあのこんなそもそもこんなあの辺野古の新基地建設をしてなければ生じなかったであろう金額ですから、まあ、こんなところに金がいっているっていうこと自体があの、まあ、おかしいっていうふうに思いますし、まあ、こ,ここまで2155万円ですか、1日それで総額、えー、748億円、まあ、こんなにたくさんの金をこんなところにあの投じられるんだったら、まあ、例えば今あの日本ではかなり貧困が横行していますからそれを撲滅するために、まあ、貧困対策に金を投じたり とかあと今地球温暖化がかなり進んでいて人類史上を例に見ないようなそのまあ自然災害っていうのが襲っている中で、まあ、そうした中でその化石燃料とか原発っていうもの,をものをまあからまあ再生可能エネルギーに速やかにあの移行するっていうことが必要になってくると思いますからそうしたその再エネの投資とか あとまあ、あと教育の無償化とか、給食の無償化とか、そうしたところにその使えば、もっと日本はいい国になるっていうふうに思うんですけど、そうしたところに使わず、こういうふうに市民を弾圧するためにあの使っているっていうことで、本当このまあ自民党政権、これ2014年7月からずっとですから、全部自民党政権ですけど、自民党政権がその辺野古新基地建設とか、そういう暴力的な政策を進めているっていうことは、財政っていうか、その予算っていう観点から見ても、本当、税金の無駄遣いなんだなっていうふうに改めて感じるんですけど、う とということを言うといや実際はその辺野古の新基地建設あの辺野古の基地建設に反対しているあの市民っていうかそういう人たちはあのかなり暴力的なんだとか言って、まあ、多分そ,のこうそういうのを YouTube とか投稿してるのはなんかザファクトっていうあの幸,福幸福の科学系の ところがなんか辺野古の人たちはその暴力的なんだっていうような動画を投稿してるのも前見たことありますけどそういうふうにそのなんか一部確かにそ,それは辺野古神経質建設に反対している人の中にもいろんな人がいますからそういうような暴力的なことをやっている人間がいたからといってそれほとんどの,あの市民っていうのは極めて非暴力的なあの形でこ抗議しているっていうことは、まあ、実際にその辺野古に行ってみればわかることでしょうしあの まあそういう偏ったその報道じゃなくてきちんとその非暴力を徹底してやっているっていうようなそういうようなその現地で。 長年その毎日のように発信している方っていうのも結構いますから、そうした方の発信っていうのを見れば明らかですし、まあ、そう明らかですから、そういうふうにその、まあ、なんかあの、辺野古に反対している人は極めて暴力的っていうふうに、そういうきあの、まあ、幸福の科学みたいな、そういう極めて恣意的なメディアが切り取った動画をあの引用して言ってくるのは、まあ、まずやめてほしいっていうことを、あのまず最初からあの釘をはさしておきますけど、さらに、そもそもその辺野古新基地建設っていう、そうした暴力的なあの政策っていうものが、 あってそれでその一部の人がそのまあ一部ってほんの一部だと思うんですけどねあの極めて非暴力的ですからほとんどはそういう人がいたとしてもそれはそ,のそもそも辺野古新基地建設っていう暴力がなければ発生しない暴力ですからそっちの,その権力側の辺野古新基地建設っていう暴力を批判せずにそっち側の,その極めて一部の暴力あのその反対する側の,の 極めて一部のの人たちの暴力っていうことについてそ,のなんかとあのそこにクローズアップして反対派は全部なんか暴力的とかそういうふうに印象操作,操作をするっていうのはなんか本当にその暴力が嫌いっていうことじゃなくて単にその弱い者いじめをしたいがために、まあ、そういうその反対派が暴力的であるっていうような印象操作をしているだけだっていうふうに思いますし、まあ、実際の、まあ、そうそうそう意図的にそういうふうに悪意があってやってないんだったらさまざ、あ、ま実際にそのえ辺野古の神経試験室に反対している人の発信をその自分の目でそういうその幸福の科学系の ネットとか産経新聞とかそういうあの右翼系の,あの悪意あるメディアをメディアを通して見るんじゃなくて実際にそうした人は発信していますし辺野古に珍奇 建設に抗議していいるる人たちがいる場所っていうことにところに実際に行ったら、まあ、そういう人たちが非暴,力非,暴非暴力的であるっていうことは分かると思いますから、まあ、私も,私もあの、まあ、今まだ行ったことないので、いつかは行きたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、そ,そ,うあのその行く前にその辺野古新基地建設があの中心になっていれば、当然それ,それ以上にあの嬉しいことはないっていうかそ、それに越したことはないっていうふうには思いますけど、ですからそういうふうにその、まあ、実際はその辺野古新基地建設に反対している人たちっていうのはあの極めて非暴力的ですから、にもかかわらずここまでの体験 があのそうした人たちを弾圧するために使われているっていうことで、まあ本当このまあ、岸田政権のていうかまあ2014年からでしたから安倍政権時代も含まれてますけど、まあ、自民党政権は本当にその税金の使い方っていうのを間違っているとしか、まあ、言いようがないですよね。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。